ボヤン・ボグダノビッチは、クロアチアの男子プロバスケットボール選手。NBA のユタジャズに所属している。ポジションは、スモールフォワード。15歳で、ボスニア・ヘルツェゴビナのリーグで、プロデビュー。2005年7月に、レアル・マドリード・バロンセストに移籍するも、出番に恵まれず、レンタル移籍が続き、2009年に、クロアチアの KK シュボナと契約。 2009から10シーズンのリーグ優勝を経験した。2011年6月にフェネルバフチェ・ユルケルと契約。2011年の NBA ドラフトにエントリーし、31位でマイアミヒートに指名された後、交渉権がミネソタティンバーウルブズを経てニュージャージーネッツに移動。2014年にはリーグ優勝を経験した。ブルックリンネッツ2014年7月22日に、 ブルックリン・ネッツと3年に1000万ドルで契約した。シーズン当初は NBA での対応に苦しんだが、次第に調子を上げていき、シーズン最終戦となった2015年4月15日のオーランドマジック戦で25得点を記録し、勝利に貢献し、ネッツの3年連続プレイオフ出場にも貢献。2014から15シーズンの NBA。 オールルーキーチームのセカンドチームに選出。2016年3月15日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦では自己最多の44得点を記録した。ワシントン・ウィザーズ2017年2月23日、ワシントン・ウィザーズに移籍。シックスマンとして、ウィザーズの快進撃を後押しした。インディアナ・ペイサーズ2017年7月7日、 インディアナ・ペーサーズと2年2100万ドルの契約を結んだ。2018年2月5日のワシントン・ウィザーズ戦でシーズンハイの29得点を記録、試合は111から100年で敗れた。2018年3月5日のミルウォーキーバックス戦で29得点を記録、試合は92から89で勝利した。2018年のプレーオフ1回戦。 対クリーブランドキャバリアーズの3戦目で、プレイオフベストの30得点、7本の3ポイントを記録、試合は92から90で勝利した。クロアチア代表として2010年バスケットボール世界選手権、2014年フィババスケットボールワールドカップ、2016年リオデジャネイロオリンピックに出場した。3P シュートにかけているシューターが大数 F。柔らかいシュートタッチを持ち、 中長距離のショットで得点を積み重ねる。スコアリングのみならず、自身を起点としたプレイメイクもこなす。守備には少し課題を残す。ありがとうございます。